こんにちは夢中ピアノタマナです今日はバランスのお話をしますバランスというのは音量のバランスメロディーと和音とベースその他にもオブリガードだったり対旋律だったりいろいろな種類の音域のメロディーや和音やベースありますよねそれぞれの音のバランス とても大事なんです。音楽って色々なジャンルがありますクラシックその中にもバロックだったり古典だったりロマン派だったり現代だったりありますね。そしてポピュラー音楽の中にもジャズがあったりロックがあったりその他いろいろな国の音楽があります。日本にも演歌があったりおことの曲がああっったたりりおの曲 和楽器の曲があったりしますでも共通して言えるのはそれぞれのアンサンブルした時の音のバランスとても大事だということには変わりがないと思いますピアノのソロの演奏のことで言えば最初は特にメロディーを出しなさいという指導を受けることが多いと思いますそれは左手の和音の伴奏系に対して メロディーがが負けてしまうことが多いからなんですねでも少し上級になってくるとメロディーだけが目立って他のものは自分で一切聞かずに演奏しているととても空虚なな音楽になってしまいまいすやはり一番下に流れているバスが大事だったり和音が変化していくその過程も大事だったり。 異音のようなここはわざわざぶつけてくる音みたいなものが大事だったりしますそういったものの音のバランスを考えてみましたこの考えるきっかけになったのは先日一人デュオをやったからなんですそれはアドさんのアシュラちゃんという曲です もしかするとこの音楽あまり好きじゃないという方もいらっしゃるかもしれないので必ずしも聴いてくださいとは申し上げませんが一応参考までに聴いてみてほしいと思います。これはエレクトーンでベースとそそれからバッキングししてリズムを弾きましたリズムは最初に組んでおいたものです。 そして足でベースを弾いて左手で和音を弾いてバッキングにしましたそれに合わせてピアノでメロディーを取りましたもともとこれはエレクトーンの曲として編曲されたものなのでエレクトーン一台で完結して弾けるのですがピアノでメロディーを取った方が立体感が出るなと思ったのでそうしてみることにしたんですところがその日の朝それを録音したときには あまり自分で納得のいくバランスではありませんでしたどうしてかというとエレクトーンを録音した際にどうしてもベースの音が聞こえなくなってしまいますそれからリズムが大きくシャンシャンシャンドンドンっていうのが響いてきますもちろん和音のバッキングもあまり聞こえなかったり薄くなったりしてしまいますそこにピアノでメロディーを重ねたのですが いつもの習慣で天井板を上げて録音しましまた。するとメロディーばかりが目立って何か薄っぺらい演奏になってしまったんですそれでその日の一仕事を終えて夜に帰ってきてからもう一度録音し直しました今度はエレクトーンは音のバランスを変えられます。音音色色も変変ええられます。今回は音色は変えずに、 まずリズムの音量を下げましたそれから足で弾いているベースの音量を上げましたもう一つ左手で弾いている和音の音量も上げましたバッキングですねそしてもう一つ全体のそのもの自体も少し音量を上げましたそれから天井の板を上げずに閉めたままで演奏してみることにしました するとやはりバランスが変わってちょうどいい感じの厚めのバランスになったんです今から聴いてもらうのはイクの方ですメロディーばかりが目立って他のものもが聞こえてきませんそして2番目にかけるのが改良版こちらの方が多分臨場感が伝わってくると思います。聴き比べてみてみください 一つ気ががいたことがあります朝演奏してから夜演奏するまでの間一切練習などはしていないのですがやはり朝起きたての体よりも昼間思う存分活動して夜にテンションが上がっている状態で弾いたのとでは自自分自身の演奏も変わっていたんですやはり夜の方がキレのあるリズムに乗った演奏ができました。なのでもしかすると 演奏するにはやはり体を動かかかししてからとということが大事なのかもしれません朝演奏したり録音したりそれからコンサートやコンクールの本番があったりする場合は少し早起きしてピアノの練習をするのももちろんですがそれプラスストレッチをしたり体を動かしたりある程度体内のリズム感に関わるような筋肉を動かしておくことすごく 大事なのかもしれません参考になさってください <music>